チャネル諸島国立公園の1チャンネル諸島国立公園チャネル諸島国立公園は太平洋カリフォルニア州の沖合にあるチャネル諸島の8つの島の内五島で構成される国立公園である公園に含まれる島々はカリフォルニア南部の海岸沿いにサンタバーバラの近くのポイントコンセプションからロサンゼルス南西のサンクレメント島まで広がっている公園の本部とロバート J ラゴマル市のビジターセンターはベンチュラ市にある。チャネル諸島国立公園は幅広い重要な自然及び文化資源の本拠となっている。1938年4月26日、国定公園に1976年には生物圏保護区に指定された。1980年3月5日に国立公園に昇格した。 二千種を超える動植物を公園内で見ることができる。しかし、わずか三種の哺乳類だけが、チャネル諸島固有種で、そのうちの一つが鹿ネズミで、シンノンブルハンターウイルスを運ぶことで知られる。マダラスカンクとチャネル諸島キツネもチャネル諸島固有種で、ある。公園内に生息する他の動物は、サンタクルスカケス、ゼニガタアザラシ、アシカ、シマハイイイロギツネ、マダラスカンク、 シマコブトカゲ、メンフクロウ、アメリカチョウゲンボウ、ハマヒバリ、ニシマキバドリ、カリフォルニアカッショクペリカンなどである。145種がシマコ有種で、世界の他の場所では見られない。海の生物は微小なプランクトンから、絶滅の危機に瀕する、地球上で過去最大の動物シロナガスクジラまで、多岐にわたる。歴史を1万年以上遡ることのできる考古学。 文化的な資源を有する。チャネル諸島は興味を抱かせるくらい人口密度の高いカリフォルニア州南部に近く見えるが隔離されているため比較的開発が進んでいない。公園の広さは1010 10キロ平方メートル。そのうち半分は海の下で残り半分は次の島々を含む。サンタクルス島は島の76%はネーチャーコンサーバンシーが所有。 残り24%は国立公園局が所有。公園の米国本土にあるビジターセンターへの年間訪問者数は30万人である。チャネル諸島と海への訪問者数は少なく、約3万人が島を訪れ、その他6万人が公園内の海だけを訪れる。ほとんどの訪問者は夏に公園を訪れるが、回遊していく国ク,クジラやザトウクジラ、 白長すくじらなどや見事な野草の眺めるために冬と春に訪れる人もいる。秋は通常は晴れており、風は穏やかで海は澄んでいるためダイビングだけでなく公園を旅するには良い季節である。ありがとうございます。